今回は脇田兼則の未回収の伏線について考察します。冒頭から驚愕のネタバレがあるので、くれぐれもご注意ください。脇田は毛利探偵事務所の横にある米海露波寺にやってきた板前。ちょびひげと出っ歯が特徴で、左目には眼帯をつけています。ミステリーが好きで小五郎の2番弟子になりました。ちなみに1番弟子は安室さんです。そんな脇田は黒の組織のナンバー2、ラム候補の一人でした。そして2020年12月、脇田はラムということが判明しました。脇田がラムなのはミスリードだみたいな意見もあるけど、ラムが脇田に変装するシーンもあったので、脇田はラムで確定です。ラムは脇田で確定となると、これまで見つかっている伏線の見方も変わってきます。そこで今回は脇田の残された伏線について考察していきましょう。脇田の残された伏線を紹介する前に、脇田がラムとされる伏線を一つ紹介しておきます。ラムの伏線で有名なのはタイムイズマネーのアナグラムではないでしょうか。ラムからバーボンに送られたメールに書かれていたタイムイズマネーの文字、このタイムイズマネーを日本語にすると時は金なりになります。次に時は金なりをアルファベット表記に変換、そして時はの和は音の通り WA に変えて入れ替えると脇田金なりになるのです。結構有名な伏線なので、コナンバリのドヤ顔で友達に話したことがある人もいるのではないでしょうか。でもこのタイムイズマネーにはもう一つ伏線が隠されていました。時は金なりを違う順番で並び替えると浮かび上がってくる言葉は、敵はコナン、ライ、そうラムが判明するシリーズで活躍したコナンとライ、破壊周知を表すアナグラムも隠されていたのです。ラムと戦う相手まで入っていたこのアナグラム、めちゃくちゃすごいですよね。このアナグラムを見つけたホピを褒めてくださいって言いたいところですが、実は以前出した動画を見てくれた名探偵さんからの情報でした。こんなにすごい推理力があるなら、米花町に行ってコナンの仲間になってほしいですね。紹介したようにラムにつながる伏線が貼られていた脇田兼則、しかし未回収の伏線もまだまだ残っています。未回収の伏線を見ていきましょう。まずは安室さんとの関係に関する伏線です。安室さんはラムとメールのやり取りができ、脇田を小五郎の元に連れてきたことがあります。またコナンにラムのヒントも教えているので、脇田はラムだと知っていることが濃厚です。では2人はどういう関係なのか。実はラムと安室さんは師匠と弟子だと考えられる伏線があるのです。その伏線につながるのは脇田のモデルとなった人物です。脇田のモデルはボクシング漫画明日のジョーの丹下段平、主人公ジョーのセコンドをしていて、だって立つんだジョーの名言で有名です。丹下段平は左目の眼帯と出っ歯が特徴で、脇田とほぼ同じ外見。わざわざボクシング漫画の人物をモデルにするのはボクシングへの伏線ではないかと思われます。コナンの世界には格闘技の天才がたくさん登場します。空手だと素手で電柱を破壊する毛利蘭、柔道は毛利小五郎、ジークンドーは赤井秀一、レスリングは吉田沙織というのは冗談で、ではボクシングはというと安室さんです。安室さんの趣味はボクシングで、かなりの実力者。犯人をボコったり、赤井さんと観覧車の上で壮絶な殴り合いをしていました。脇田のモデルが丹下段平なのはボクシングに関する伏線で、安室さんの師匠なのではないでしょうか。ラムが安室さんの師匠だとしたら、いつから面識があったのか、そのあたりの真相も気になりますね。続いて紹介する未回収の伏線は、脇田は警察の関係者、しかも公安だと思われる伏線です。脇田が初めて登場した隣の江戸前推理所、万馬券を盗まれたおばさんがいろは寿司に怒鳴り込んでくる事件です。この回では万馬券を盗まれたおばさん、眠っている小五郎、犯人の3人が白状と言います。しかし脇田の時だけ少し違いました。脇田が白状という時は、白状の横にゲロと振り仮名が振ってあったのです。なぜ脇田の時だけゲロと振り仮名が振られていたのか。ゲロという言葉は警察用語で、罪を自白すること。つまり脇田は警察の関係者で、いつもの癖でゲロと言ってしまったのではないでしょうか。白状といった4人のうち脇田だけゲロの振り仮名が書かれていたのは明らかに不自然ですよね。このゲロの発言は脇田が警察だと考えられる伏線の一つです。次に脇田の手の組み方、コナン、小五郎、安室さん、脇田でいた長野の廃教会の事件では雪の影響で警察の到着が遅れます。その後ようやく到着した長野県警、この時の脇田の手の組み方に注目です。長野県警を前にした脇田は手を後ろで組みます。この後ろで手を組む仕草、
実は警察官が相手に敬意を払う姿勢と言われています。長野県警と対面した時に手を後ろで組んだのは警察官の癖が出たからと考えられるのです。ちなみにこの手の組み方の考察も動画を見た名探偵さんからの情報でした。コナンファンは名探偵がたくさんいますね。そして最後の警察に関する伏線は将棋の駒です。こちらは毛利探偵事務所で暗号を解く回から、小五郎が注文したお寿司を取りに来ないため脇田は毛利探偵事務所にやってきます。その後毛利探偵事務所でなんやかんやあった後、脇田が発した一言に注目です。そこにあるべきものがなくなっていると気になりやすからね。そう、例えば将棋の駒とか。物語と全然関係なく急に将棋の話をした脇田。急にどうしたって感じのこの発言、実は5つ前の回でヒントがありました。5つ前の回で安室さんは公安の研修を思い出します。その研修とは17年前の未解決事件、羽田浩司殺人事件について。天才棋士の羽田浩司がアメリカのホテルで亡くなったこの事件では、将棋の駒が現場から消えていました。この将棋の駒が消えた情報は公安しか知らないとされています。なぜ脇田兼則は将棋の駒の発言をしたのか、それは公安として安室さんと同じ研修を受けたからと考えられます。もし脇田が公安だとしたら味方なのか敵なのか、その真相も気になるところですよね。もし黒の組織のナンバー2もスパイなら組織はすでに壊滅状態のはず。ボスは150歳でヨボヨボのおじいちゃん。幹部といっても任務そっちのけでポエムを奏でる変人とかになるので、もはや組織が崩壊しない方がミステリーです。となると考えられるのは、黒の組織から公安へスパイとして潜入していること。公安へスパイとして潜入しているならさらなるスリリングな展開も待ち受けていそうですね。ここまで脇田と安室さんの関係、そして脇田は公安なのではと思われる伏線を紹介してきました。特に公安の伏線はいくつもの伏線があるのでとっても怪しいですよね。このような怪しい伏線はまだ残されています。考察するにはちょっと情報不足な怪しい伏線も2つ紹介しておきましょう。1つ目は日本刀です。脇田兼則の兼則は室町時代に作られた日本刀と同じ名前。そしてコナンの作中には他にも日本刀と同じ名前の人物がいます。それはスコッチとして公安から黒の組織に潜入していた諸伏博光。名前の博光は影光という鎌倉時代の日本刀と同じ漢字です。つい先ほど脇田イコールラムは公安なのではと紹介してきましたよね。公安と黒の組織に関係する2人の名前がどちらも日本刀から取られている。伏線なのかそれとも偶然なのか、新情報が見つかり次第考察してみようと思います。もう一つの怪しげな伏線はトランプです。脇田の登場回ではなぜかトランプが登場します。まずは長野の廃墟会に行った時、長野に向かう途中で脇田はコナンと心、安室さんとババ抜きをしています。次に脇田が将棋の駒の発言をした毛利探偵事務所で暗号を紐解く時、この時はトランプに隠された暗号を紐解く回でした。ちなみにこの時登場した人物の名前はババ抜きやす。トランプのババ抜きをもじった超ダサすぎる名前。私ならバーローと言って毎朝親をボコること間違いなしのダサさです。ここまでトランプに関係することから脇田イコールラムにはトランプと何かしら関係がある可能性は高いですよね。こちらも新情報が見つかり次第考察していきます。今回は脇田兼則に関する2回収の伏線について紹介しました。ラムと判明しても安室さんとの関係や公安説など物語がさらに大きく動きそうな伏線も残されています。次に明かされる脇田ラムの伏線は何なのか注目したいですね。今回紹介した以外にもこんな伏線見つけたよっていう名探偵がいたらぜひコメント欄で教えてください。